暗黒の扉。プロ野球のチームの中には数年から十数年にわたって極端に低迷する、いわゆる暗黒時代が存在します。ここ近年、暗黒時代と呼ばれる期間を経験したチームはこちらの5チームです。現在進行形の中日が8年、他の4チームは約10年以上にわたり辛く苦しい時代を過ごしてきました。しかしこの5チームは暗黒時代に入る前、比較的近い年に優勝を経験しています。そこで当チャンネルでは、優勝から暗黒時代突入まで4年以内を短期型、それ以降を中期型と分類し、こちらの動画で短期型の共通点を探っていきました。そして現在パリーグ最下位に低迷している北海道日本ハムファイターズ、最近では中田選手の暴力騒動、円陣での差別発言疑惑など、グラウンド外での事件も相次ぎ、過去暗黒時代に突入してしまったチームと同じ道を辿ってしまっているんです。果たして暗黒の扉は開かれるのか。というわけで今回の動画は、日本ハムが暗黒時代の扉を開けようとしている件について解説したいと思います。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。なぜ暗黒になるのか、はじめになぜ暗黒時代に突入してしまうのかについて説明したいと思います。結論から言うと、野手の世代交代の失敗です。繰り返しになりますが、どの暗黒チームも暗黒時代に入る前は必ず優勝しています。しかし優勝メンバーはいつまでもいるわけではなく、選手生命に関わる大きな故障、 FA、メジャー挑戦などによる退団、高齢化に伴う衰えは避けられません。ですので徐々に若い選手と入れ替え、世代交代を図る必要があるんです。この過渡期と呼ばれる時期は必ずチーム力が落ちます。日本ハムを例に出すと、日本ハムは12年にパリーグ優勝を果たしています。しかし翌年は一転、最下位に転落。この理由として、12年の主力メンバーはベテランが多く、オフに4年連続打率3割の糸井選手を放出、13年はベテランたちが軒並み成績を落としたことで一気に若返りを図ったからです。13年は最下位でしたが、この時若い選手が次々と台頭し、スムーズな世代交代が図られました。その選手たちが成長するにつれてチームの順位も上がっていき、16年の日本一につながったんです。このようにチームの転換期で世代交代に成功すると、再び優勝争いができるチームになります。しかし失敗してしまうと低迷が長引き、暗黒時代に突入してしまうんです。16年以降の日本ハム、日本ハムは札幌ドームとの契約の関係で予算に限りがあり、若手を育て主力選手を放出する戦略を打ち出し、世代交代に成功してきました。主力選手が抜けたポジションに新たな若手が入り、チーム力を維持。2004年から16年までの13年間で A クラス入りはなんと10回です。しかし16年の日本一以降、優勝メンバーが次々とチームを去り、本来なら清宮選手など若手が台頭してきてほしかったのですが、伸び悩んでおり、現在苦しんでいる状況です。長期政権、栗山監督は12年に日本ハムの監督に就任し、今年で10年目です。監督初年度の12年に優勝し、16年にはチームを日本一に導きました。また現在メジャーで歴史的な活躍を見せている大谷翔平選手の二刀流アイデアを考案し、メジャーに送り出すまで育て上げた実績を評価され、名将と称えられてきました。しかしここ3年間は19年5位、20年5位、今年も現在6位と低迷しています。そのため年々ファンや OB からの風当たりも強くなっており、長期政権によって選手がマンネリ化してしまっているのではないかといった声も上がっているんです。プロ野球に限らず、同じ組織に居続けることで人は世間知らずになる、やりがいがなくなる、仕事の質が悪くなる、態度が悪くなるといったデメリットが挙げられます。巨人の原監督も10年間にわたる第二次政権を終わらせる決断をした2015年の退任時コメントで、なぜこういう決断をしたかというと、12シーズン10年連続でという中で、ここ3年ほどチーム力が低下し成績も落ちてきている、なんとかというのもあったけど、この辺が潮時であり、チームにとっても新陳代謝することの方が、新しいリーダーにチームを託す方が正しい選択という形でこういう結果になりましたと語っていました。日本ハムの未来、ここまで暗い話題ばかりでしたが、今から明るい話題を取り上げたいと思います。現在日本ハムはパリーグ最下位に低迷しており、過去の暗黒チームと同じ道を辿っていると説明しました。しかし日本ハムに待ち受ける未来には、これらの暗黒チームとは一線を画す出来事が待ち受けているんです。稲葉次期監督、次期監督は日本ハム OB で東京オリンピックをもって侍ジャパンの監督を勇退しました。そして栗山監督は今年で契約が切れます。そこで稲葉監督が22年から日本ハムの監督に就任するのではないかと前々から噂されているんです。皆さんご存知の通り、稲葉監督は東京オリンピックで侍ジャパンを金メダルに導いた名将です。結束力をテーマに掲げ、普段は違う球団でプレーする選手たちを4年かけてチームワークを熟成させてきました。試合ではどうやったら勝てるかを一番に考え、情に左右されることなく、今調子がいい選手を使うなど勝利に徹する采配も見せます。
ただ稲葉監督が日本ハムの監督に就任していきなりチームの成績が上がるかといえば 1,2 年は苦しいと考えます。現在日本ハムは世代交代過渡期です。世代交代過渡期の時期に監督をするのはハードで、16年に巨人原監督の後任となった高橋由伸監督も1回 B クラスに落ちましたし、同じく16年から就任した阪神金本監督も最後の年は最下位に終わりました。ただ両監督とも次世代の選手を育て、両監督の退任後巨人は2連覇、阪神も2年連続 A クラスとなっています。ですので稲葉監督が就任し新たな選手が台頭して勝ち始めるまでは時間がかかると思います。ただ新監督就任によって10年に及ぶ栗山政権から交代し、チームに新たな風を吹かせることができますし、何より稲葉監督は北海道で絶大な人気があります。今日本ハムはファン離れが進んでいます。主催試合の上限入場者数に対してどのくらい席が埋まっているのかを示す20年の主催試合定員充足率を見てみると、日本ハムは12球団で最下位となっており、客足が遠のいていることがわかります。観客動員数が少ないとチケット収入が減り、補強費、選手強化費などチームを強くするためのお金が回せなくなります。そこで北海道で絶大な人気を誇る稲葉監督の就任です。スター監督の就任は観客動員数を増加させます。阪神のスター選手だった金本智明氏が阪神の監督に就任した2016年を例に挙げると、16年の阪神は序盤から低迷し、前年より順位が下がったにもかかわらず観客動員数は前年を超える291万人となりました。ファン心理からするとスター監督が選手時代に幾度となくチームを牽引してきたイメージがあり、監督になっても何かやってくれるのではというワクワク感が生まれるのではないかと思います。新球場、日本ハムは23年に現在の本拠地である札幌ドームから新球場に移転します。新球場は三角屋根開閉式の球場、そして球場周りにはショッピングモール、ホテル、レジャー施設など商業施設を充実、球場を中心とした一つの街、ボールパーク構想が進行しています。この新球場開場によって、初年度は新球場特需による観客動員数が上昇すると予想されます。現時点で一番新しい球場である広島の本拠地、マツダスタジアムを例に挙げると、2009年の開業時、広島は5位6と揶揄されるほどの暗黒時代真っ只中で、この年も5位に沈んでいました。しかし、観客動員数は前年の139万人から187万人に激増しているんです。収益構造の改善。これまで日本ハムは本拠地の札幌ドームとの契約の関係で利益が伸ばしにくい構造にありました。詳しくはこちらの動画で解説しています。しかし新球場になることで収益構造が劇的に改善され、利益を上げれるようになります。利益が上がると選手補強や強化費などの予算が組めるようになるんです。これまで予算に限りがあったことから、高年齢高年俸となった主力を放出し、若手を積極的に起用するチーム方針でした。日本ハムが今まで FA で流出した人数は14人、一方 FA で獲得した選手は稲葉選手と鶴岡捕手の2人だけです。ただ23年以降は FA を獲得した選手を大型契約で引き止めることが可能になり、 FA 市場にも積極的に参入してくるかもしれません。また日本ハムはこれまで新助っ人も安い年俸で獲得してきました。こちらをご覧ください。ほとんどの選手が年俸5000万前後と格安で獲得しています。ただ例外的に18年のみ億超えの選手を多数獲得しています。これは17年オフに大谷選手がポスティングでメジャーに行き、その金額が球団に入ったためです。このように少ない予算の中でやりくりし、効率よい外国人補強を行っています。しかし格安で獲得した助っ人がその後活躍し、年俸が高騰すると予算の関係上放出せざるを得ませんでした。その代表的な例がレアード選手です。日本ハムは15年に年俸6000万でレアードを獲得。レアード選手は在籍4年間で131本のホームランを放ち、4年目の年俸は3億に到達。しかし4年目の成績は過去3年に比べ物足りない数字となり、その後条件面で折り合えず退団となりました。今後新球場開場により予算をかけられるようになれば、高年俸助っ人の引き止め、さらに新たな助っ人獲得候補の幅が広がります。既存選手との融合。現在の日本ハムは過去の暗黒チームと違う点がもう一つあります。それはスタメンの平均年齢です。暗黒チームは優勝メンバーが高齢化してもなおスタメンに名を連ねていたので、平均年齢がどんどん上がっていきました。でも今年の日本ハムは平均年齢が低く、中田選手が移籍してさらに低くなりました。今後新球場ができ、選手強化費に予算が回ると、既存選手の成長スピードが速くなります。そこに補強で獲得した選手たちがうまく融合するとなると、もしかしたら日本ハムは再び上昇軍団となるかもしれません。というわけで今回の動画は以上となります。過去の暗黒3チームはフロントに対する不信感がありました。そして今回日本ハムも中田選手放出経緯によって不信感を抱かせましたが、後に球団社長がこの件について謝罪しています。またこの件について先日ついにダルビッシュ投手も言及し、球団で謝罪会見を行わせなかったことについて喝を入れるも、ファイターズは臭いものに蓋をして
あとは知りませんという球団ではないと、日本ハム球団の素晴らしさについてもブログで綴っていました。日本ハムは過去の暗黒3チームとは違い、未来は明るいと思います。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。新たにサブチャンネル、ツイッターも開設しましたので、概要欄からフォローお待ちしております。ありがとうございました。